ご注文の品はこちらでよろしかったでしょうか。はい、そうやりません。あの、こちらの生地は？ええ、もちろん最高級のものを使用しております。あら、アミットじゃない。ティオーネさん、店に入ってくあなたの姿が見えてね。珍しいわね、こんなところ来るなんて。服なんて興味ないんじゃないかって思ってたわ。人並み程度に興味は。初耳ね、そんな一面あったなんて誰も知らないわよ。そうですか。ねえ、よかったらその服を着てるところ見せてくれない？え？だって気になるじゃない、あなたがどんな服を買ったのかなんて。それは構いませんが。仕立てたばかりなんでしょ、採寸の確認ついでにね。わかりました。へえ、いいじゃない。ありがとうございます。てっきりすごく簡素な服じゃないかって思ったりしたけど、そんなこともないわね。ええ、いくつか生地も組み合わせてもらってますので。生地から？随分と張り込んでるのね。何？ひょっとしていい人でもできた？はい。違うの？好きな人に主張したくていい服を買ったのかと思ったわ。生地までこだわっちゃって。生地には当然こだわります。内側の生地は液体を弾く繊維で、外側はホコリなどがつかないよう滑りがいいものを。衣装とか風合いの話じゃなくって？不純物がつきやすい服や液体が浸透しやすい服は薬剤調合の際に不便ですので。薬剤調合？これって作業衣ってこと？ええ、最高級の素材をお願いしました。待って待って、それにしては随分華やかじゃない？ああ、確かに華美な装飾は作業の邪魔になりますね。申し訳ない、そいつは俺らの独断でさ。は？いくら作業着とは言ってもデアセイントにみすぼらしい格好なんざさせたくないですから。いつも簡素なものって言われるんだけど、それじゃあ俺らの気が済みませんよ。私はいつも真っ白で染めなくてもいいとお願いするんですが。いいんですって、それ着て人の命を救う薬を作ってんだから、俺らの鼻も高いってもんですよ。いつもすみません。ひょっとして服に興味あるっていうのも。衣服は状況に応じた適性がありますから。冒険用、調合用、店舗用、どれもいろいろ考えて作ってもらっています。そういうことね。何か納得できないことでも。別にあなたらしいって思っただけ。そうですか、よかったです。